皆さんこんばんは。8月12日月曜日、時刻は午後7時になりました。 NMB48 の天奈こと池田天奈とゆかたんこと青原ゆかです。今週の NMB48 のジャングルレディオは私たち池ゆかコンビがお送りいたします。まさかの2回目こんなことってありますか？めっちゃびっくりした。なんか、うん、やったラジオ出れる、誰誰誰、うん、天奈みたいな。天奈もまだ5回目もまあまあ早く呼ばれたと思って見たらゆかみたいな、いっちゃん最初のねコンビ戻ってきましたんで。しかもあの名前つけて池ゆか、うん、またそう使えてよかった今回。ハッシュタグもう使う時ないんかな、うん、またありましたよ。あったよかった。それでは NMB48 のジャングルレディオ月曜日、オープニングはこの曲でスタートです。 NMB48 で命のへそ。改めまして皆さんこんばんは。 NMB48 のジャングルレディオ月曜日、今日もみんないけてんな。100点笑顔のてんな、みんなてんなに惚れてんな。ありがとうございます。兵庫県出身18歳、球技研究生のてんなこと池田てんなです。そして青い原っぱに優しく咲くのはゆかたん。みんなのハートに愉快な花を咲かせたい、キラララララ。わー、NMB48 のゆかたんこと青村ゆかです。このジャングルレディオは月曜日と木曜日は私たち NMB48 メンバーが、火曜日はつぼみ大革命さんが、そして水曜日と金曜日は騒音プロジェクトさんがパーソナリティを担当するアイドル番組です。私たち NMB48 メンバーが担当する月曜日と木曜日は毎週メンバー2人が週替わりでお送りしています。そしてここからは私たちを手伝ってくれる時計さんと一緒に番組を進めていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、時間に正確な時計です。よろしくお願いします。お願いします。さあ早速メッセージいただいておりますが、はい、東京都のケンアット香港さん、メッセージ持てます。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、デンナちゃんこんばんは。こんばんは。先日はとある番組で赤マムシをヘビと聞いて驚きまくりつつ、ドリンクを飲むゆかたんはとても面白かったというメッセージを持ってます。はい、赤マムシと冷やし飴を飲むのが苦手なゆかたん、他に苦手な飲み物はまだありますかというメッセージを持ってますが、はい、お二人どうですか、苦手な飲み物ありますか？なるほど、ゆかはある？私は、うん、あんまりなかったんですけど、うん、一つ思い当たるものがあって、うんうんうん、ヤギ汁です。飲む時ないから。ヤギ汁、ヤギ汁って、うん、しかも飲んだことないんやけど、うん、なんか臭いらしいね。うん、そうなんや。ちょっと嫌かも。ま、多分ほとんどの人が嫌かな。あんま好きやなって好んで飲む人おらんのちゃうかな。なるほどね。てんなちゃんは？てんなもまあないんよな、苦手なのにも、うんうんうん、でも、うん、あのずっと飲めてないのがコーヒーとか。あー、めっちゃ飲んでそう。そう、コーヒー苦手で、うん、ずっとミルクティーとかしか飲まれへんくて。そうなん。そう、そろそろちょっと大人になりたいから、コーヒー飲みたいねんけど、うん、そう、未だ飲めず。あとは、うん、何やろ、コーンスープとか。コーンスープ、うん、めっちゃ美味しいやん。いや、コーンスープな、コーンが苦手やから。あー、そう、コーンね。そう、黄色いね。そう、黄色いの。北海道の白いトウモロコシは好きです。あるんや、そういう限定されてるんや。そう、それ以外が食べれへんくて、うん、同じコーンでも味ちゃう。うん、なんかな、うん、ちゃうね。虫歯やったら OK みたいな。そう、なるほどね。そうなんです。スープはあかんだけ、コーンスープは。コーンはいけるの？いや、コーンも無理なんですよ。もうトウモロコシもダメで。え、はい、一緒やで。一緒ですよね。でもダメなんですよ、そうなんです。コーンクリームコロッケはダメなんです、コーンが入ってたらダメなんです。私、もうあれほぼクリームコロッケやで。そう、若干のよ。もうコーンって見たらちょっと、そう、あーみたいな。そう、え、そうなんです。じゃあお寿司の上にコーンが乗ってるやつもダメ。あ、もう軍艦ですよね。あー、うん、ダメ。なんで頼むんですかあれって。そうなる
る。それはいいや、別に。普通にごめんなさいなんですけど、お寿司屋さん、え、寿司、お寿司ちゃうでと思いますけどね。間違いない。でも、お寿司屋さん行ったら、うん、基本そういう、ほんまのお寿司よりも、うん、サイドメニューばっか食べてるから。ほんまに？うん。いやきっとコーン食べてる人もいる。そうやな、うん、多いよなコーン。ヨカタンは、はい、飲み物以外で苦手なものってありますか？飲み物以外で苦手なもの、それは椎茸ですかね。私椎茸ダメなんですよ。あ、そうだね、キノコがもう、はい、キノコは好きなんですけど、うん、椎茸だけちょっと足が、なんか茶虫とかでちょっとキノコかと思って、うん、普通のね、なんか食べたら、うん、あれちゃうみたいな、やばい、椎茸みたいな、椎茸パニック起こしちゃって、だいたい見た目で分かるくね。わざったら分かんなくて。そうだ、そう、一人でもう椎茸って叫んでる。そうそう。炊き込みご飯は大丈夫なの？いや、ちょっと椎茸入ってたらちょっとまた食べて間違えて、あ、キノコやと思ったのに椎茸やーみたいな、誰かに報告するみたいな。そんな感じかな。そうだよ、うん、今日もこんなお二人がお届けするジャングルレディオ月曜日でございます。木曜日もこちらのお二人がお送りしますのでね、お楽しみに。この番組は FM プラプラからパソコン、スマートフォンで簡単に聞くことができます。アプリから直接メッセージが送れたり、便利な番組予約もできますよ。番組の公式 X アットマーク JRO_YESFM で検索してフォローをお願いします。詳しくは ESFM のホームページをご確認ください。それではここで二人をもっと知るためのコーナーへ参りましょう。心を通わせジャングル維新伝心。あるお題についてそれぞれ回答し、その答えが一緒になるか二人の相性を見ていくコーナーです。さあ、お二人は一緒に出るのは2回目ということなのでもう大丈夫ですよね。さすがにね、前回もなかなかひどかったですから、うん、前回1個も揃わなかったよね。そうやったかな、1個か0個や、あ、0か、うん、0じゃなかった、そんな気するな、うん、今回こそはさすがに1個ぐらいはね、うん、1個ぐらい回すよ、うんうん、そうやね、頑張ります。じゃあぜひともその意気込みを語っていただきたいと思います。ここからも頑張ります。ここから一心伝心できてない。私も頑張ります。それでは一つ目のお題からいきましょう、はいはい、夏といえば、夏といえば、これしかないよね、はい、出んのもこれかな、暑い夏やし、うん、はいはい、もう大丈夫ですか？大丈夫です、はい、本当に大丈夫ですか？はい、それでは行きましょう。せーのでお答えくださいね、はい、夏といえば、せーの、クーゲーなんて、なんて、なんて、ゆかなんて言った、クロギャルです。私はプールって言ったんですけど、いやープールと悩んだよ。悩んだ、悩んだけど、うん、なんかやっぱ黒ギャルかなって思って、だってあの前置きで暑いからねとか言ったから水系やな思って、夏祭りとか用途してんけど、うんうん、え、これはでも、うん、ちょっと天の心を読みすぎたかもしれない、うん、あの暑いからねの時点では、うんうんうん、プールって言うと思ってて実は、うんうん、でもあれ待ってよみたいな、うん、これ天のやでみたいな、その後に変える、ギャル、ギャルやん、ギャルやん、うんうん、これギャル、あ、なるほどね、合わせてくれたんや、天なに読みすぎたかな、ちょっと前置きに引っかかりましたね、完全に。では、2つ目のお題に行きましょう、はい、次こそ当ててください、はい、夏休みといえば、はい、はい、やっぱ暑いからね、うん、デジャブやな。え、セロね、なるほど、え、暑いからね、これ合ってるよな。はい、まとまりましたか、はい、もういいんですか、ディスカッション、いいよね、はい、暑いからね、暑いからね。それではお答えいただきましょう。、はい、夏休みといえば、せーの、プールだけ。ちゃうんかい、プールちゃうんかい、ほんで。何、何て言ったん、遅寝遅起き、遅寝
まあ確かにそうやけどな。夏休み。うん、手強いですね。はい。ね、合わせる気ないですよね、これ。床が。だって、暑いからね、な、遅め遅起、言うやつおらんて。やっぱ暑いからさ、うん、まあ夜更かししたくなるよね。あ、まあそれはね、それはそうやねんけど、うん、結構天野も、あの、わかりやすく前に置いといたつもりやってんけどな、水、暑いからね、で水行くよね、みたいな話で、デジャブンで持ってきたから、プール言ったらええんか、思ったら。ちっちゃおう。遅め遅起にしちゃった。ペンナちゃんがただ損してるだけですね。そうですね。ね。頑張って合わせようとしてました。次こそ合わせに行きますか。お願いします。お遊びはここまでということで、ね。お願いします、本当に、はい。悪役のセリフでしたね、今ね。それでは、はい、3つ目のお題行きましょう、はいはい。お祭りの屋台といえば。あ、これは、はいはいはい、今年まだお祭り行ってないわ。マジで行った一個行った。ああ、やっと。でももう、うん、屋台だけを食べに行った。ああ、そういう感じか。そうそうそう。なるほど。お祭りといえば難しいな。そうね。屋台やんな。うん。でも、デンナが最近気に入ってるのにしよう。うん、勝手に。じゃ今度は、もう、うん、次は合わせに行くから頑張って。オッケー。呼んで。テンナの心を。オッケーオッケー。じゃあ一回、テンナちゃんの目じーっと見てみてください。書いてありますね、目の奥に。それではお答えいただきましょう。お祭りの屋台といえば、せーの、リンゴ揚げ。嘘でしょ。しかも噛んだ。噛んだ。綿菓子です。綿菓子か。はい。綿菓子食べたことないよ、お祭りで。何、うん、なんて言ったの。リンゴ飴。あー、リンゴ飴ね。いいですね。飴のイメージあるかな。うん、確かに。迷った、でも。迷った、うん、うん。でも最近は、ちょっと綿飴にはまってて。え、なんか入れ物かわいいやつみたいな。え、そうそう、袋に入ってるやつ。うん。この間、うん、あの、9期生の宮本亜美ちゃんと一緒にお祭り行ってんけど、なんてかわいい、うん、そう、綿飴大好きやから二人で一緒に食べたんですよ、うん、それがちょっともう思い出残りすぎて、その絵面がかわいい、もうほんまにかわいかった、その綿飴はお祭りのあの白いやつ、あ、そうです、レインボーとかのやつじゃなくて白の袋に詰め込まれてるやつですね、絵柄はファンファンロール？ね、ファンファンにしました。リハーね。うん、あの女の子が戦うね。そう。それにしましたね。はい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 。レインボーのやつは食べたことあるんですか、お二人？あ、ありますね。原宿？うん、原宿で。ありますよね、うん。それで食べました、一回、うんうん。味はどんな感じなの？一緒ですよね。そんな顔して言わないで。一緒ですよね、多分。一緒か。そうね、砂糖やからね、うん、そうなんですよ、ね、美味しいよね、めっちゃ美味しい、ほんまに結構永遠と食べれる気が、うん、大きいけどね、うんうん、一瞬でなくなる、確かに、うん、なんかね、そういうのもね、流行ってますからね、はい、映えと呼ばれるものもありますから、ね、お二人が持つとね、綿菓子もリンゴ飴も映えそうですけども、はい、そう、はい、言うてる、はい素直に、はい、言うてる、そうですね、リンゴ飴はリンゴ飴がいいんですか、フルーツ飴だとっていうことでね、ちょっと聞いてみたいんですけど、まあ、実は私リンゴ飴あんま食べなくて、うん、いちご飴の方が好きなんですよ、あ、いちご派か、そう、私ぶどう派なんですよ、あ、ぶどうね、美味しいよね、ぶどう、なんか、うん、一時期、うん、もうずっとリンゴ飴とかいちご飴とかずっと作ってた時期があって、うんうん、そこにぶどう飴も登場してた、うん、家で報告ありがとうさあ、なんか夏休みといえば絵日記みたいな感じでねご報告いただきましたけども、なんか落ちなさすぎ4つ目のお題いきましょうか、はい、お願いします、さあ4つ目のお題ですが、はい、目玉焼きにかける調味料といえば、なるほど、これはもう、うん、一択やねんけど、天野、青バラキはこれしかないよ、ほんまに、うん、池田家もやで、ほんまに、うん、もうこれなこれこれなこれこれもうちょっとさ、うん、ちょっと塩味の効いてるね、うん、あ、いえいえ、うん、もうこんだけ言って外れてたらお家騒動やからね池田家バーサス青原家になるからねそれでは行きましょうか、はい、4つ目のお題、はい、目玉焼きにかける調味料といえば、せーの、醤油初めて揃ったらよかった、嬉しい、やっぱ醤油しか
かないよね、うん、これはね、でもたまになんか、うん、あの塩とか、うんうん、ケチャップとかいう人いるから、あ確かにドキドキしてる。マヨネーズとかもおるよな。マヨネーズ、うん、おると思うで、これ聞いてる人の中にも。マヨネーズか、うん、結構でもこれは分かれるような、何派かは、ね、醤油やわ。でんのも醤油一択、やっぱ醤油よ、うんうん、マヨネーズ一択ですよ。ほらマヨネーズこんなところにいらっしゃったとちさん。さあ4つ目のお題、はい、なんと、はい、正解しましたね。よかったです。一発人となりました。よかった。さあもう一問お答えいただいて、はい、2つを、せめて2つ、一心伝心していただきたいと思います。はい、最後のお題は、色といえば。うん、もう、これはもう、これしかないよ。絶対ちゃうねんな。いや、もうでもこれよ。出んのもこれやで。最近見た。最近見た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 、色鬼かなんかやってる。見た見るけどね、色は最近見たよ ね、 そうね、色ついてるもんね、うん、世界はね、これしかないよね。そうね。それではお答えいただきましょう。はい、色といえば、せーの、黄緑。待って、そういうこと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 、やばい、これは黄緑か。いや、でもほんまはピンクとめっちゃ悩んだ、うん、さ、好きな色はピンクやねん。あ、そうなんや。うん、てんのも好きな色ピンクやから、うんうん、まあ、でも黄緑と答えるべきやったんだ。あの、実は黄緑は旧期生のテーマカラーで、最近ね、世代交代前夜公演が千秋楽を迎えて、はい、ファンの方からね、黄緑色のお花をそうでしたいただいて、すいません。最近見てました、黄緑色を。見たよね。はい、大きな黄緑色見ましたわ。でした。でもてんなちゃんはピンクですね。やっぱピンクは世界救うんで。わかるよ、でもピンク大好き。そう、うん、そうね、いや黄緑ですよ。いや、今回残念ながらお一つということになってしまいましたけれどもね、はい、次回こそはまた2人でご出演いただいた時は5つ、はい、でも一歩前進しましたね。そうですよ、1個ずつですけど。いい形になります。さあ、2人の相性はという感じでございましたが、次回こそは楽しみにしております。はい、皆さんも NMB メンバーに答えてほしいお題がありましたらメールをお送りください。以上、心を通わせジャングル維新伝心でした。それではここで1曲お聴きください。 NMB48 で「は」。私の推しメン紹介しましょう。コーナーは NMB48 メンバーを私たちが勝手に紹介するコーナーです。今回はどなたをご紹介いただけますか。はい、私は9期生の船橋玲奈ちゃんです。玲奈、はい、まあ玲奈はちょっとね、うんうん、めちゃくちゃ可愛いんですよ、うんうん、でもそれを自覚してるのも面白くて。そうね、可愛いんです。うんうん、それで、あの、うん、見た目に反してめちゃくちゃ面白いみたいな。そうやな、そう、うん、ずっと面白いことばっか言ってる。もう最近、うん、世代交代前夜公演は千秋楽迎えちゃったけど、うん、ほんまにその千秋楽迎えるまでラスト10回ぐらいの公演の MC、うん、全部私可愛いの MC やったもんな。ほとんど、ほんまに、なんかでもそれが潔くて、うん、そうね、なんかほんまにその通りやから余計面白いみたいな、うん、確かに。そうそうそう。でも今までずっとおじさんキャラでやってきてたから、もうファンの人にはネタなのかガチで言ってんのかもどっちかわからんみたいな。な、多分ガチよな。そう、ガチ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 よな。全然ガチガチ全然ガチやけど、ガチやと思えてもらえてなくて、うん、まあね、メジャーさんにも、うん、ま、結構ガチな感じで、うん、反省会の時にそのレイナの可愛い、自分可愛いっていうキャラはほんまなのかネタなのかどっちなんやろみたいなのを聞かれてた。うん、ほんまですよって。そうそうそう、ガチですよって言ってたけど、うん、本人も。ほんまに。それも可愛いよな。ほんまに可愛い。なんか、そう、あと、うん、あのね、この前急になんか、うん、青春って、うん、青春って書くよなみたいな言い出して、え、この子どうしたみたいな。そうよね。そう、うんうん、でもなんか、うん、ほんまに一緒におるだけで、うん、笑わせてくれるし、なんか同級生やねんけど、うんうん、同級生じゃないみたいな、
そうや、同級生やね。同級生に見えへんけど、うんうん、なんか喋ったらやっぱ同級生やねんな、うん、みたいな。そう、うん、ちょっとね、抜けてるところもありますから。ちょっと抜けてるところもあって。そうね。うん、可愛くて、うんうん、大好きやなって。ね、推しメンですね、確実に。いいね、いいね。はい。てんなちゃんは。私の推しメンは、はい、チーム B2 の青原若ちゃん、うん、あ、お姉ちゃんや。そう、まあでもこれは、うん、やっぱゆかもなんですけど、姉妹推しっていう、ちょっとゆかに関してはこの前ちょっとだいぶ喋らせてもらってるんで、うん、そう、ドッグランで走らせたいっていうね、みんなで、そう、走らせたいなっていうのはあるんですけど、やっぱお姉ちゃんもなんですね、うん、私が好きなのは、うん、何ですかね、こんな微笑ましい姉妹を見たことがないので、何やろ、いやいやいや、なんかほんまに良くて、この姉妹、リハーサル期間とかで、うんうん、ゆかは踊れなくて結構泣いちゃったりすることとかあるんですけど、うん、それこの前のリハーサルの時に振り入れをねしてもらって、うんね、難しい曲やったので、みんな結構わやばいなみたいないう話をしてたんですけど、うん、ゆかが泣いてしまって、うん、で和歌がその近くで一緒に踊ってたんですけど、急に泣くなって聞こえてきてもうそれが面白すぎてゆか大号泣の和歌泣くなってそう、お姉ちゃん一生こててんの、もうその姉妹の絡みがたまらんくてもう何ですかね、もう入ってきた当初からほんまに二人のこと大好きでそう、いやでもね、うん、姉妹で、うん、もう天奈に負けないぐらいっていうか、うん、もうそれ以上に天奈のことが大好き、うん、いや嬉しいもうなんか姉妹でずっとほんま天奈ってなんであんな行くのやろなんてめっちゃ嬉しい、ほんまに好きやわみたいな、なんか私お誕生日とか、うん、同期の子がお誕生日迎えたら、うん、大体文じゃなくてボイスメッセージでお祝いするんですけど、 それを、うん、和歌の誕生日の時にボイスメッセージを送ったら、うん、家族総出で帰ってきてなんか和歌だけが最初喋ってたから、うん、ありがとうと思いながら聞いてた、なんかお父さんとかの声も全部入ってきてありがとうみたいな、てんなって言われててもう家族でてんなのこと大好きやから、なんかもうみんなで送っちゃおうって言って、てんなありがとうでもうこの間ゆかも誕生日迎えたから、ゆかにもボイスメッセージで送ったら帰ってきて、お姉ちゃんもね喋ってた、そういうのも全部微笑ましくてそう、大好きですねこの姉妹は、本当にありがとう、嬉しい、まあ、てんなちゃんからするとある意味箱推しみたいな、そうですね、青原家推しですもう家ごと丸ごと推してます、やばい、お家ごと推されてそうどうしよう、そうなんですよ、うん、でもそのね、お姉ちゃんに叱られるっていうのもね、うん、ちょっと ね、 ね、よくでもゆかが怒ってるパターンもあるんで、うん、そうなんですか、そうなんですよ、朝お姉ちゃんが起きるのちょっと苦手でね、うん、和歌がね、うん、ほんでいつも起こさなあかんから、うん、それ怒って、そう怒ってね、お姉ちゃんとか言ってお姉ちゃん早く起きて今日の朝もちなみにやってきたやってきたほんまにお姉ちゃんどいてほんま可愛いそれがお姉ちゃんそんなに起きないの、起きないです、うん、本当に起きなくて、うん、なんかツンツンってしても起きなくて、うん、起きたと思えば、うん、めっちゃ機嫌悪くて、うん、うるさいみたいな怖いんです、裏若が出てくるんです寝てる時だけほんまに、だからちょっと怖くて、うん、起きてるお姉ちゃんとなんか人格ちゃうみたいな、うん、ほんまにこれ聞いたらまた怒られるんちゃう、お前怒られる、やばいやばい、裏若が出てくるやばいまあ兄弟ならではのね、うん、それ姉妹ならではのお話もね、うん、していただきましたけどいやこんなになんかね、うん、笑いの絶えない姉妹ってなるといいですね、ありがとうございます仲はいいんですよ ね、 ね、めちゃくちゃ仲いいですね、うんうん、喧嘩したりするんですけど結局なんか1日経ったら仲いいし、ずっと一緒におるお姉ちゃんの嫌なとこないのでもほんまにないかもしれないです、素敵、だから押せるんですよねもう
はい、私ただただ悪者でした ね。いやでもそれだけやっぱりね、愛情深いっていうのは嬉しいことですよね。9期生のみんなも仲いいっていうのがすごい伝わってくるラジオなのでね、はい、ぜひとも皆さん応援よろしくお願いいたします。今回は船橋玲奈さん、そして青原若さん、はい、うん、ゆかたんのことも推しておりました、はい、皆さんの推しメンバーの推しポイントもぜひ教えてくださいね。以上、私の推しメン紹介しましょうのコーナーでした。それではここで一曲、私の推し曲をご紹介します。西野カナでもしも運命の人がいるのなら。聞いてよメッセージ。このコーナーはリスナーの皆さんからの質問メッセージをご紹介します。それでは早速ご紹介していきましょう。ラジオネームチンタン、え、本当にチンタンさんからメッセージもらってますありがとうございます。ゆかたん、てんなちゃん、とけいさん、こんばんは。こんばんは。先日 NMB48 のゆかたん、てんなちゃんを育てたと言っても過言ではない世代交代前夜公演が千秋楽を迎えまして、最後には9期生17名全員と世代交代前夜公演をプロデュースしました石田由美さんが、舞台に上がって挨拶してくれて感動のフィナーレだったのですが、配信を見ていて、おや、わかねえの隣にいるスラッとした背の高いメンバーさんは誰だ、なんとチンタンではありませんか。加入した当初は若姉より小さかったと思うのですが、去年10月の身長測定では若姉を抜き去り、今や9期生メンバーで2番目に背が高いてんなちゃんと同じか抜き去る勢いでは。そうだね。そこでチンタンとしては理想としてどこまで背が高くなりたいですか。で、家族を見て現実にはどれぐらいで止まっちゃいそうですか。青原家に片足突っ込みかけている存在のてんなちゃんとしては可愛い妹のチータンにどこまで背が伸びてほしいですか。そうだね。で、てんなちゃんも今も伸びてるのとメッセージ持ってます。はいはいはい、なるほど。そうやな、チータン、ゆかのそのこのチータンっていうあだ名が小さいからやな、うん、そうそうそう、昔小さくて家族の中で誰よりも、うん、そうやな、だからチータンって言われてたけど、もうちっちゃないもんな、ちっちゃないから、まあデータンかなえのデータンってちょっとチータの方が響きがね、うん、そうやな、もう確かにこの間な、そうちょうど測ったんよな、うん、一緒に背比べして、でもテンナの方が高かったから、そうギリギリですね、そうまだね、そうやな、もうでもいっちゃん高なるんじゃん、いやどうかな、リオピー高いもんな、そうやな、でもまあ目指すは2メートルかな、うん、巨人ってますいやなんか、うん、まあ、アイドル史上最高級に背が高い、うん、まあまあ高すぎるけどな、ちょっと不便や思うけどなぶつかったりしそうやけど、まあでもそのぐらいを目指していこうかな、うん、2メートル級の犬ってことか、じゃあドッグランにいたも犬もびっくりやで、そんな逃げていっちゃう逃げていっちゃうわ多分うん、でも天だからしたら、うん、ぬかさんといては欲しいけど、そうや、うん、でももうゆかももうほんま細いし顔ちっちゃいしで、足も長いですからもうモデル体型やしいやいやいや、あんま横には並びたくはないけど、誰が言ってんのでもこっちのセリフよ、あやみ、うん、9期生の、え、そう、最年少の話よね、木永さ、あやみちゃん、うん、もうめっちゃ伸びてるし、そうなんかね、うん、遺伝的になんか170センチいきそうみたいな話してて、多分一番高なるんちゃうかみたいな、ね、うん、やばい予想してるよ、そんな未来がやばい、そうやな、床も抜かされる日が来るかもしれんし、ね、あやみにね、うん、あやみみたいな、だからもうほんま楽しみよね、床は、そっか、え、うん、もう家族全員ちっちゃい、いやでもお母さんが高いかな、あ、じゃあお母さんも血受け継ぎかな、うん、そうかな、なるほどね、うん、ほんまに 2m まで行きたい、まあ 2m 行こうかなまあでも、まあ、理想は170かな、いいね、いいですよ、夢は大きく持とう、そうやな確かに、天南、うん、もう止まってるんちゃうかな、止まってる、もうそろ、うん、多分ですけどね、多分、うん、まあでもね、背筋よ、うん、
ピンってやったらもっと伸びるじゃん。確かに思います、うん、いっぱい寝たら伸びるよ。いっぱい 寝ます、うん、しっかりとご飯食べて、はい、寝てくださいね、はい、まだ成長期ですから。そうです ね、はい、お二人ね、どん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 大きくなっていただいて、はい、2メートルでいつかオリンピックに、はい、アイドル史上オリンピックにというのもめっちゃいいですね。バスケットボールとかでね、はい、バスケで出ていただいて、はい、チーム競技やってるバスケは。そして、石川県のゆうだいさん、はい、メッセージ持っておりますが、とけんさん、ゆかたん、池田さん、こんばんは。池田さん、はい、こんばんは。これ並び方もおかしいですからね、お名前のね、これね。NMB48 は8月15日、今週の木曜日ですね、はい、この放送日の、うん、3日後ですか、うん、はい、火、水、木、3日後ですね。そうですね、はい、8月15日から3日間、4公演の夏のライブがあります。うん、ゆかたんとてんなの活躍も楽しみにしてますよ。 ありがとうございます。ありがとうございます。そして月末の8月31日と9月1日にはオンラインお話し会がありますね、うん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 、ライブの感想もそこで伝えたいのですが緊張してます、うんうん、そこでお二人にイメージしやすいように疑似オンラインお話し会をしてほしいです。前はなんかやったな、前握手会やったな。なるほど、次オンラインに関してはいらんやろ絶対に。聞いててわからないんじゃないですか。どう考えてもなんかおはん握手会とかやったら確かに、うん、まあ、こんな感じかっていうのは伝わるかもしれないけど、うん、オンラインって1対1やし、ほんまに電話、ビデオ通話みたいな感じやから、うんうんうん、難しいの、人によってちゃうし、うん、これここでやって伝わるんですかね、うん、え疑似、まあ、体験、疑似体験やってみるか。そう、直接やしね、ここやったらもうなんか普通にもうなんかオンラインというよりリアル。そうよね、もうオフラインよね。そう、オフライン話し会、オフライン。まあ、やるんですかこれ。はい。じゃあやりますか。お願いします。やります。あ、じゃあ行くわ。はい、来てください、はい、あ、じゃあ行きます、はい、まもなく始まります。スタッフさんこれ。はい、お願いします。はい、あ、ゆかた、やっほー、おはようほー、おはよう、おはよう、うん、ね、ねえ、おはよう、やばい。これ難しくないですか。難しい、どう考えても。これ今どっちがどっちやってたのかわからへん。ゆかがゆかですね、私がファンの方。ファンの方、はい、あ、じゃあもう一回、はい、はい、あ、おはよう、おはよう。あ、なんか最近どう、うんうん、最近、え、うん、暑いよな、最近暑いよな、うん、なんかライブとかさ、うん、いろいろあるけど、うんうん、全部来てくれる、うん、全部行くよ、ほんまに、うん、じゃあ待ってんで、うん、楽しみにしてる、うん、絶対目合わせるかな、ゆかたのことだけ見ててね。お時間あと3秒、ありがとう、ありがとう。満足ですかこれで。ちょっと難しいですね、何がこれで。なんか人によって言うこと変わるから、ね、うん、難しいね。それはそう。オンラインの楽しみ方はどういう風に楽しんでいただいたら、お二人はこう、はい、ああよかったなってなるんですか。やっぱりでもなんか一人一人と違う方と一対一で話せるからこそ、その人に本音を言えるというか、なんか思ってることを直接言えるから、そうやな、なんか二人だけの空間って感じがして、ほんまに、まあ、デート感というか、うん、彼女感というか。誰も聞いてないですからね、その他はね、うん、そうですよね、そうですよ、他の人が見てないっていう緊張感も多少なりともあるかもしれないですよね、うん、はい、そうです、だからめっちゃなんかリラックスして、うんうんうん、もう本心でずっと話せてるっていう感じかな。確かに、その人にしか分からん話とかもできますから、うん、そう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 、ね、逆にそういうので楽しんでもらえたらいいですかね、うん、オンラインならではの楽しみ方というそうですね、はい、いやー、でもそういったね、お二人の今のやつでイメージは、湧いた、湧いたかな、湧いたよね、みんなね、大丈夫よね、はい、まあ、こんな感じでね、お話をしていただいて、好きなようにお話、その時の服ってなんかお二人考えはるんですか。そうですね、毎回毎回テーマあって、みんな大体やってますね、コスプレやったりとか、私服でね、デートコーデとかもやったり、いろいろね、いろいろあるよね、今日もね、ラジオなんであれなんですけど、お二人可愛らしいね、お召し物でね、お越しいただいてもらってね、こういった姿ももしかしたらオンラインで見ることができるかもしれませんのでね、ご参加お待ちしております、はい、さあ本日ご紹介できなかったメッセージは木曜日にもご紹介しますよ。たくさんのメッセージありがとうございました。以上ちょっと聞いてよメッセージでした。それではここで一曲お聴きいただきましょう。 NMB48 で挑発の青空。
エンディングの時間になりました。 NMB48 のジャングルレディオ月曜日いかがでしたか。いやもうあっという間、なんかもうなんか語りすぎて、うん、もう終わりみたいな。普通に多分喋りすぎやと思って、うん、もうカットの量すごそうやねどうなってるんやろうな、楽しみ楽しみ、どこまでカットされてんのか確かにもう初めてあんな何、うん、ジャングル一心伝心で、うん、途中で喋ったもんね。ほんまにポンポン行くのにいつもね、うん、もうなんか一回一回超熱心に話しちゃったね喋りすぎ、熱弁熱弁木曜日はどうなることやら、ほんまに楽しみですね。木曜日もありますから、うん、ぜひぜひ皆さんには楽しみにしてもらって、はい、イケユカもう使ってもらって、ハッシュタグ、はい、じゃんじゃん使って、ね、使わんともっと使っていこう自分らで全然使ってないんだけど使わなね、うん、はい、じゃあ次もぜひお楽しみにということで、はい、で木曜日はですね、うん、お二人ライブがあるということでね、そうです、15日からライブがありますからね、はい、皆さんライブを楽しんでいただいて、本当だ、リピート放送もちゃんとありますんでね、はい、ライブに来てもらって、そしてラジオも楽しんでいただけると、うん、そうですね、深夜の方も聞いていただいて、うん、はい、浴衣尽くし、天な尽くしということで、本当楽しんでもください、もうそれは、はい、ね、ライブ終わりのなんか車とかで聴いていただいたら ね、うん、ね、ちょうどいいと思うし、耳にも目にもね、うん、つけてもらって脳内にもぜひ、はい、ぜひ聴いてください。車の中ね、帰ってから思い出しながら ね、うん、はい、ね、いいですよね、布団入るまでずっと思い出しますんで、はい、本当に一生聴いておいてください、うん、一生聴いておいて、確かに、まあ今回のライブもすごいんでしょ、はい、もうそれは、はい、ぜひぜひもう楽しんでいただけるようにね、はい、頑張りますので、私たちも、はい、ぜひお楽しみにということで、楽しみにいやもうほんまね、今言ってほしいこともたくさんあるんですけど、やっぱね、はい、それはライブに来ていただいた人の特権ということなのでね、はいはい、そしてオンラインの、オンラインのお話し会もあるということで、はい、そちらもぜひとも楽しんでいただいてね、はい、さあどんなライブになるのか、オンラインになるのか、お楽しみに、はい、はい、全てのメッセージの宛先は jro-mon@yesfm.jp、 その他リクエストフォーム、 FM プラプラのアプリ、お好きな方法でお送りください。月曜日のコーナー、心を通わせジャングル一心伝心のお題や、ちょっと聞いてよメッセージのお便り、メンバーへの応援メッセージなどなど、皆さんからのメッセージをお待ちしております。時計さん、ありがとうございました。ということで、そろそろお別れの時間となりました。最後は NMB48 のこれが愛なのかを聞きながらのお別れです。明日火曜日のジャングルレディオは、つぼみ大革命さんがお送りいたします。お楽しみに。そして深夜1時からのリピート放送もぜひ聞いてください。今回の担当は NMB48 9期研究生の天奈こと池田天奈と、チーム N のゆかたんこと青原ゆかでした。それでは木曜日にお会いしましょう。せーの、バイバイ。